それでは今回は自己肯定感低めの人のための本について解説していきます。この本は自己肯定感を高める本ではないです。自己肯定感が低めでも悩まなくなる方法が書かれている本です。ちなみに自己肯定感っていうのは自分はありのままでいい、生きているだけが価値があるという感覚のことです。要は今の自分を受け入れるってことです。ありのままの自分を受け入れましょうってことです。自己肯定感っていうのは無理して高めるものではないです。むしろ無理して高めようとしたらダメです。自己肯定感は無理して高めるものではないってことを押さえてください。では自己肯定感低めのあなたに必要なことって何だと思いますか？それは心の癖、心のノイズに気がつくことです。心のノイズっていうのはあなたが生まれてから持っている考え方の癖のことです。つい人と比べて落ち込んでしまうとか、言いたいことあるけど言えないなどです。自分の心のノイズを自覚して対処する方法を学ぶことが大事です。この動画ではあなたの心のノイズはどれか、そして最初にやるべき対処法7個について解説していきます。1個目、自信がない。自分にはできないと思ってしまう。何かやるとき自信のある人と自信がない人がいます。できると思う人とできないと思う人がいます。あなたはどっちですか？自信がない人っていうのはこういった傾向にあります。人前で話したりするのが苦手、責任ある仕事を任されるのが怖い。そんな自分に自信が持てない人にあるのはダメ出しノイズです。ダメ出しを繰り返される環境で育った人によくあります。片付けもできないのか、ダメだなとか、こんな漢字も書けないのかって言われてきた人がこうなります。何かやるとダメ出しされたりとか否定されたりすることが続くと、自分は大事な存在じゃない、そう思う癖がついてしまいます。その結果自分に自信がなくなっていきます。しかし誰かに押し付けられたダメ出しを今も大事に持っておく必要はないです。というか無視していいです。人の評価気にしすぎないことです。自分の価値っていうのは他人が決めるものではなくて、自分の価値は自分で決めていい、こう考えることが大事です。2個目、つい人と比べてへこんでしまう。こんな方多いです。人と比べて自分はなんてダメなんだ、比べたらダメです。そんな一方、自分は自分、人と比べないって人もいます。昨日の自分よりも成長していればいい、こう感じる人もいます。あなたはどっちですか？人と比べちゃう人っていうのはこんな人です。頑張っているのに他の人の方が評価されていると思ってしまう。人からの評価が過剰に気になって他人と自分をいつも比較してしまう。場の空気に流されがちで自分の軸がない、自分がよくわからない、こんな方です。すぐに人と比べてしまう人にあるのはありのままの自分封印ノイズです。ありのままの自分でいるとダメと考えて、他人の評価を気にしすぎて他人から認められる自分になろうとするタイプです。このノイズは誰かの理想を押し付けられる環境で育つと作られます。隣の〇〇ちゃんはこの前のテスト満点だって偉いねとか、お兄ちゃんは3年生でできたんだからあなたもできるはずだから、こう言われたことないですか？そう言われて育った人は自分がわからなくなって周りがとても気になります。人と比べるのはやめてください。人と比べても意味はないです。人と比べて他人になれるわけではないです。そう言ってもそう簡単に切り替えられないはずです。でも切り替えていくしかないです。ありのままの自分を出せないのは勝手な思い込みが原因です。周りの人はあなたと他人を比較してあなたはできないと、そんなことは考えてないです。あなたの周りの人はあなたがありのままの自分で生きたら認めてくれない、友達でいてくれない、そんな心の狭い人ばかりですか？そんなことないはずです。ありのままの自分を受け入れてください。そのまんまで大丈夫です。人と比較して落ち込むのは今日限りやめてほしいと思います。3個目、言いたいことが言えない。言いたいことを言える人と言いたいことを言えない人がいます。言いたいことを言えない人っていうのはこんな人です。手伝って欲しかったけど結局遅くまで一人で残業する。やりたい人は手を挙げて、そう言われても手を挙げられないような人です。そして後から言っておけばよかったとか断らなきゃよかった、こう後悔するタイプです。言いたいことが言えない人にあるのは他人ファーストノイズです。自分を後回しにして他人優先で考えるタイプです。自分よりも他人を優先して無理してしまいます。無理すんのはやめてください。ではどうしたらやめられるのか、まずは自分の嫌、本当はやりたくないことに気づくようにしてください。あなたにもやりたくないことってきっとありますよね。もしやめられそうだったら今すぐ少しずつでいいんでやめてみてください。やめられそうもないことは自分は嫌だけどやっている、これを自覚することです。最初から全部を変えようとせず少しずつがポイントです。他人ファーストから自分ファーストで生きる初めの一歩は、自分の嫌なことを大切に
すること、それに気づくことからです。4個目、うまく人に頼れない、気を使いすぎて疲れる。人に頼れる人と頼れない人がいます。あなたは頼れるタイプですか、頼れない人ですか。頼れない人っていうのはこんな人です。人に頼るのが苦手で、いつも自分だけ残業になってしまう。何をやっても人に気を使ってばかりで自分が楽しめない。うまく人に頼れない人にあるのは、ちゃんとしなきゃノイズがあります。全て自分でやろうとします。このノイズが厄介なことは、周りの人が求める以上にちゃんとしてしまうことです。要はやりすぎってことです。実際はそこまでしなくていいのに、自分の思い込みでここまでちゃんとしないと人に嫌われてしまう、人に迷惑をかけてはいけない、このように勝手にハードルを上げています。解決策は、できる範囲でちゃんとするのをやめて、どれくらいまで人に迷惑をかけてもいいか、しっかりとリサーチをすることです。やりすぎに注意してください。周りの人はそこまで求めていないケースが多いです。5個目、行動力がない、やる気が出ない。行動力ある人とない人がいます。あなたは動画を見ている人なんで、行動力がある人だと思います。やりたいことがあった時にすぐ行動できる人とできない人がいます。できない人っていうのはこんな人です。ブログを書くと決めた、でも結局書いていない。副業起業の準備ばかりをしていて、数年が経って始められていない。絶対に失敗したくない、失敗したと思われるのが怖い方です。行動力がない人にあるのは、完璧主義ノイズです。このノイズはミスが許されない環境で育つと作られます。あんなところでミスするから勝てないんだよ、昨日教えたのにもう忘れたの、など言われてきた人です。こう言われると徹底的に自分に甘えを許さない人間に育っていきます。完璧主義になります。もちろん自分に厳しいことは悪いことではないです。大切なのは時と場合と使い方です。厳しくした方がいい時は厳しく、緩めた方がいいとか緩めるのがコツです。世の中に完璧な人はいないです。あなたにとっての完璧っていうのは、誰かにとっての未完成かもしれないです。完璧ではなくて、今のベストを目指してください。ベストよりベターっていう考え方を持ってください。腹も仕事も8分目くらいがちょうどいい、この考え方を入れてください。6個目、人の評価が気になって仕方ない。繊細さん、繊細さんは多いです。誰かに言われた一言が気になって、相手の気持ちを想像して不安になっちゃう。どう思われるのかが気になって SNS に投稿ができない。場を盛り上げようとして頑張るけど、一人になるとぐったりと疲れる、このようなタイプです。自分を犠牲にして他人を喜ばせるという特徴があります。人の評価が気になる人にあるのは、おもてなしノイズです。このノイズはサービス精神、旺盛な家庭のいる環境で育つと作られます。自分は我慢してでも喜ばせた方がいいんだ、そう勘違いしています。自分も楽しいし相手も楽しい、それだったらいいです。しかし自分は大変、自分は辛いけど相手は楽しい、これはやめた方がいいです。辛いからです。おもてなしノイズにやられると、周りは喜んでくれてもいつか自分が疲れ果てて燃え尽きてしまいます。自分が楽しくなくて人が喜ぶことは少しずつやめていってください。そして自分も楽しくて人も喜んでくれることの比重をできるところから増やしていくといいです。最後7個目は、努力しているのに結果が出ない。努力が報われる人と報われない人がいます。あなたは報われていますか？結果が出ない人っていうのはこんな人です。土日も休まず働いてるけど、年収も成績も上がらない。何かと反射的に頑張りますと言ってしまう。投資は絶対に失敗すると思っていて手が出せない。そんな努力しているのに結果が出ない人にあるのは、ド M ノイズです。努力は大切です。努力しないともちろん結果は出ないです。しかし問題なのは、努力そのものに過剰に価値を置いてしまうことです。努力は報われる努力と報われない努力があります。結果が出なくても努力していればいいじゃん、大丈夫じゃん、このような悪い思い込みはやめてください。こうした努力中毒に陥る原因は、本当の努力を知らないからです。世間で超人的な努力をしているように見える人っていうのは、一般的な辛い努力をしているという感覚が本人にはないです。スポーツ、仕事でもただ好きでもっと上手くなりたい、熱中して取り組んでいるだけです。その打ち込む姿勢が周りから見るとすごい努力をしている、こう見えるだけです。努力が苦にならない仕事、やりたいことを見つけることが大事です。自分は努力していると思った時点で、あなたは努力中毒の始まりだと認識した方がいいです。それではまとめいきます。自信がない、自分にはできないと思ってしまう人はダメ出しノイズがあります。何かやるとダメ出しされて、自分は大事な存在じゃない、そう感じちゃう癖がついています。自信
任がなくなります。誰かに押し付けられたダメ出しっていうのを今も大切に持っておく必要はないです。自分の価値は他人が決めるものではないです。自分で決めてもいい、そう思ってください。続いて、つい人と比べてへこんでしまう人。そんな人はありのままの自分封印ノイズがあります。ありのままの自分でいるとダメ、こう考えちゃいます。誰かの理想を押し付けられる環境で育つと作られます。ありのままで自分でいるとダメ、そう思うのはやめてください。ありのままのあなたでも周りの人は認めてくれます。続いて、言いたいことが言えない人は他人ファーストノイズがあります。自分を後回しして他人優先で考えています。それはやめてください。無理するのはやめてください。まずは自分のやりたくないことに気づくことです。そしてやめられそうなものから少しずつやめていってください。他人ファーストに生きるんではなくて自分ファーストの考え方を持ってください。続いて、うまく人に頼れない、気を使いすぎて疲れる人はちゃんとしなきゃノイズがあります。あなたは周りが求める以上にちゃんとしすぎています。やりすぎています。そこまでやる必要はないです。解決策はできる範囲でちゃんとするのをやめてください。やりすぎているからです。どれくらいまでであれば人に迷惑をかけてもいいかリサーチをしてみてください。続いて、行動力がない、やる気が出ない方は完璧主義ノイズがあります。世の中に完璧なものはないです。あなたにとっての完璧は誰かにとっての未完成です。完璧なんかないものをしっかりと理解してください。完璧ではなく今のベストを目指すくらいにやってください。腹も仕事も8分目くらいがちょうどいいです。続いて、人の評価が気になる人はおもてなしノイズがあります。自分は大変だけど相手は楽しい、これはやめた方がいいです。辛いです。自分は大変だけど相手は楽しいことを少しずつ減らしていって、自分も楽しい、相手も楽しいことの比重をどんどん増やしていってください。最後は、努力しているのに結果が出ない方はド M ノイズがあります。努力そのものに過剰に価値を置いてしまうのはやめてください。努力には報われる努力と報われない努力があります。本物の努力をしている人は周りの人は辛そうに感じるけど本人は好きだからやっている、もっと上手くなりたい、没頭しているケースが多いです。自分は努力している、そう考える時点であなたは努力中毒の始まりの可能性が高いです。あなたが生まれてから今までで考え方の癖っていうのが必ずあります。心のノイズを明確にしてください。自分がどんなノイズがあるのか、そして心の癖っていうのを直すための対処法をぜひやってみてください。自己肯定感が低めでも悩まなくなるようになります。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。